肩周りの怪我予防について一緒にトレーニングをやっていきましょう。はい、おはきゃみ TV かなこです。では早速、今日は背中を柔らかくするというテーマでトレーニングをやっていきたいと思います。私も3バトンとか2バトンとかやってたので、肩周りがこうやってやった時にパコパコなるんですね。結構バトン選手って手を動かす動作が多いので、肩甲骨周りっていうのがすごい緩んでたり、使い方が悪かったりしてる証拠だと思うので、ぜひ一緒にトレーニングをやってみてください。早速最後、四つ這いから背中を丸めたり反ったりを繰り返していく動作です。丸めた時はしっかりおへそを覗くようなイメージで行っていきます。背中の柔軟性を出していきます。お腹の力は抜かないように行っていきましょう。ただ動かすだけではなく、どこが動いているのかを意識しながら行っていきます。四つ這いのような状態から胸を床につけるように動かしていきます。猫のポーズ。胸をぐーっと張っていきます。背中周りに来てたらバッチリ。呼吸も止めないように行っていきましょう。お尻も後ろに引いてくださいね。ちゃんと動作に慣れていきましょう。うつ伏せの状態から手を Y の字に上げていきます。背中をキュッと寄せるように行っていきましょう。手は上がるところまでで構いませんよ。はい、お疲れ様でした。いかがでしたか？こうやって普段使えてない筋肉に刺激を入れるだけでも体ってすごい変わってくるので、ぜひやってみてください。次回のテーマは肩甲骨を安定させて動くようにするというテーマでやっていきたいと思います。お楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いいたします。キャミー。